第12話ウォーオブザ魔界前編。なんです、今のは。地震みたいだね。魔界じゃ滅多にないんだけど。しかし地震が起こった時は必ず何か大きな出来事がある。今回はどんな歴史的大事件が起こるのか楽しみだな。殿下、お城墓場にできた空間の歪みから巨大な物体が次々と現れたっす。もう来たか。で、数は？多すぎて数えられないっす。聞いたか、ジェニファー。地球防衛軍が我々を救出しに来てくれたに違いない。これで地球に帰れるぞ。待ってよ、ゴードン。まだそうと決まったわけじゃないわ。もし地球防衛軍だとしても、こんなに目立つ作戦を取るのはおかしいと思わない？おいおい、どうしてそんなにマイナスに考えるんだ。君らしくないぞ、ジェニファー。ま、とにかく行ってみたら。そうですね、ここにいても何もわかりませんから。うん、星の墓場へ行くぞ。
君たちは地球防衛軍の諸君ではないか。ほら見ろジェニファー、私の言った通りだったの。おお、これほど大量の人間どもを見るのは初めてだな。わざわざこんなところまで何しに来たんでしょうね。それはやっぱりゴードンさんたちを助けに来たんじゃないんですか。ふーん、それにしちゃ様子おかしくない？どうしたんだい君たち。地球勇者キャプテンゴードンならここにいるぞ。どうした君たち。私だよ、地球のヒーロー、キャプテンゴードンだよ。お前実は嫌われているのではないのか。ゴードンさん、かわいそう。バカを言うな。私は地球勇者だぞ。コミックやテレビアニメにもなった地球の人気ヒーローなのだ。その割にはあいつら無反応だけど。ゴードン、私たちは彼らに利用されたのよ。利用だって？どういうことだジェニファ。私たちに魔王退治を頼んでおいて魔界へのルートを確保することが彼らの真の目的だったのよ。なんてことを言うんだジェニファ。彼らは危険を冒して我々を助けに来てくれたのだぞ。そんな勇敢な彼らを疑うとは。でもゴードン、私にはわかるのよ。もういい、そんな話は聞きたくない。君には失望した。たった今から君を助手から解任する。そう、わかったわ。私はどんなことがあっても地球の民を信じる。信じて信じて信じ抜くのだ。それが地球勇者というものだな、地球防衛軍の諸君よ。地球勇者キャプテンゴードン、お前を抹殺する。え、速攻で裏切られてるじゃん。何が地球の人気ヒーローだ。かわいそうなゴードンさん。死ね。ちょっと待て、どういうつもりだ君たち。
それ。それ。
球防衛軍が私を攻撃するとは、一体どういうことだ。だから裏切られたんだって。あんたも鈍いね。ピロ、ピロピロ。キャプテンコートン、カーター総司令から通信です。おお、ゴードン君。まだ生きていたのかね。なんですと？君が魔界へのルートを確保してくれたおかげで、こうして楽に侵入することができたよ。これで魔界は我々地球人類のものだ。君たちには感謝しているよ。なんてこった！私たちは利用されたというのか！もしかして今気づいたんですか？よかったな、フロン。お前よりアホな奴がいて。くっ！そんなことはもちろんとっくの昔にお見通しだったさ。嘘つけ！ゴードン君、君は非常に優秀な駒だったよ。地球勇者キャプテン・ゴードンは魔王と戦い勇敢に死んでいったと地球の民に伝えておこう。それが私からのせめてもの感謝の気持ちだ。ではゴードン君、永遠のお別れだ。人間にもなかなか見どころのあるやつがいるものだな。楽です。今度スカウトしに行きましょうか。お二人とも何バカなこと言ってるんですか。これは重大な事件なんですよ。ジェニファー、あんたが彼女を信じないで奴らを信じたから傷ついてんじゃない。知らないった。確か助手から解任するとか言ってたよな。ああ、かわいそうなジェニファーさん。ジェニファー、その助手を解任した件だが。いいのよ、ゴードン。私は助手を解任されて当然の人間だから。ジェニファー、知らない、ゴードンが悪い。ごめんよジェニファー。